両足均等に真下に対して踏みつけます。その際踏みつけながら体重をかける。で、体重をかけたらそれを上に解放してください。そうすると前後輪が浮き上がります。この動きを使うとジャンプも飛びやすくなります。やりましょう。左右均等に飛ぶ。飛ぶときはまずは飛び面をしっかり見て、で今度飛んだ後は着地をいち早く見るようにしてください。